こんにちは、クニオですさあ本日、えー、と3月の5日なんですけれども3月の8日に誕生日を迎える和田桜子ちゃん率いる拳ファクトリーを振り返ってみたいと思っております。お付き合いください。さあねもうこのタイミングですから2020年3月の5日ということなので、まあ、昨日も発表がありましたけど。 モーニング娘もホールコンサート初日、えー、中止ということになっておりますさあ拳ファクトリーいよいよ,いよいよ煮詰まってきたぞというのが解散までのカウントダウンというタイミングでございますそんな中でございますが進めてまいりましょうえっとね拳ファクトリーまあ自分の出会いからっていうところで考えると厳密にえっ、ー、と なんんていうんですかね拳ファクトリーだけを見に行くっていうことがあを実,実行したのは最初はねウィークエンド・サバイバーという,う演劇女子部ですね池袋だったと記憶しておりますまあそこで、えー、レイレイの魅力に気づくということで、まあ、後にそして今に至るまでおそらく拳組界隈の方々には国はレイレイだなというふうに 思われているんではないかと存じておりますでこれあんまり僕推しメンなんていうのをね作らないようにしているんですけれどもちょっとこれレイレイは別枠という言い訳っぽいね別枠ということなんで許してくださいほ他はもちろんメンバー大好きですえっ、ー、と最初の頃振り返ってみてしまいましょうかそうするとどうしてもね田口タグねえ 何ていうの出てきますけどねえこの辺通らないとちょっと語れないので簡単にいきましょうえっと拳鼓というのは最初は8人組ですね現在5人組そして5人組で解散を迎えるグループでございます2015年がデビューということになっております2015年どんな年だったかあーアンジュルムがえと中島拓也さんの曲「大器晩成でえっとですね まあヒット曲を飛ばしヒヒッットト曲曲ですよ、ね、ヒット曲を飛ばし、まあ、カントリーガールズも活動をねスタートしというようなそんな年だったというふうに覚えておりますまあ僕はあのー、曲で言うと「こぶしファクトリーの年には年」なんていうのがね、えー、と非常にきお気に入りなんですけどもねこの年ですよねですからあのー あ8人組の「こぶしファクトリー」というのはなんだかすごく昔のような気がします、えー、なぜかというと、まあ、これから続けますけどえっ、ー、とね5人組になってからの「こぶしファクトリー」というのが要はステージが見やすかったんですよこれジュースジュースの時もそうなんですけど5人って見やすいんですよねねもう せっかくですからこれ昨今のライブハウスもう今ねライブハウスなんていうのはツイッターでもでよく検索で出てきますけどもう僕ももう一緒にいろいろ活動している方々お世話になっている方々ライブハウスの人間ものすごく多いんでこれちょっと避けて通れないんで語っておきましょうご存知のようにこぶしファクトリーというのもライブハウスでの活動がものすごく多かったグループそういうことになっております で今昨今の事情というところで、えー、言いますとこれ存続の危機までに言うところっていうのがどれぐらいまであるかは別だけどもだいぶ危機あもうどうしようかこうしようかがもういろいろ話聞こえてきてる立場です、まあ、僕いくつかはできるんだったらアクティブな方向でお、えー、手伝いさせてもらおうかなと思ってますけど うん、すごく判断難しいですね。なんかもう世論ね世論なのか政府の判断なのかそれも日,日に日に変わるでしょ。ね。大変。まあそれはちょっと置いときましょう。で拳ファクトリーも漏れずにねちょっと貴重なリリースイベント新作がね発売されてる週ですから。 えー、貴重なリリースイベントと何よりも何て言うんですか自分たちのライブイベントみたいなものっていうのにはまあ拳に予定したいところってまたちょっと別なのかもしれないけどまあちょっとまあ拳の話にしましょうね。えー、っとせっかくなので、まあ、8人のところというより5人のところを話したいんで8人の話する時が来たら話すよ。 でまあ田口は僕結構ねあの鈴木愛理に可愛がられてた高木さゆきに可愛がられてたなんていうのがあったんでもう彼女が20代になったらハロプロの中でのある種ポジションのある子というふうに僕は思ってましたまあそれぐらいなんかハローの血を継承していたような気がしますねじゃ振り返りはそこだけにして5人以降5人以降今につながるまでにいっちゃいましょう まあ、レイレイ中心に見てたというふうなのもありますけども5人って先ほども申し上げたように全員見れますで全員見れるのでおのおのの特徴というか個性というところ僕がどう見えてたかっていうところをちょっと説明しますねじゃあまず最初にはえっ、ー、アヤパンからいこうかね広瀬彩香はとにかく頭がいい あの頭がいいといいいととううううのはどういう方向いくつかあると思うんですよ勉強ができる頭の良さあ回転のいい頭の良さそれと何ていうか起点の効く、まあ、回転と似てるかもしれないんだけどちょっと感受なんていうかな動物的な良さっていうのかなでこ,れこの反射神経の頭の良さなんですよね。起点っていうのはどちらかというと経験に何、えー、て言うんですかね基づいての動きというか経験が必要なところってあったりするんですけど。 まあ三つ目は動物的なものなのかなと思います。でこの中で言うとなんかどれもそこそこ 4, 4以上っていうか通知表で言うと持っているのがアヤパンなのかなと。初期の頃は特に回転の良さが目立っていたけど活動のキャリアというのを重ね、えー、最近はなんというか自分のチームこの中でどういう風にしたらいいのっていうところに時間を使っているように私は見えました。 まあいろいろ比較されてはいけないけど拳の中では彼女しかいないリーダーだと思いますはいじゃあ次野村みなみちゃん野村みみなみちゃんねえー、ともう年々歌パワー出てきてて、あのー、表現力も,もうありますね歌手をやらない決断をしているのがすごく残念まあ何らかしらの形でくどぐらいの活動はしてくれるかもしれないけど うん、もう今パワーだったら一番なんじゃないかな拳の中ではねそれぐらいいいですなんかちょっとねキャラクターはあっち行ったりこっち行ったりしてる風に見えるけどノムさんの中でセンターに常にあるんである種安心できる飛び散り方ですそういうふうに考えてますでは続いていきましょうえー、っとせっかくですからもうここはハマちゃん行っちゃいますか 浜ちゃんね研修生時代なんて考えたらやっぱり鼻があるのが浜ちゃんですよねね、もう見た目ックス手足長くってこんなに大きくなると思わなかったですけど手足長くて、えー、本人のねビジョンがアイドルというところにねまっすぐだったかどうかというところはあるけどでも拳ファクトリーの中では間違いなく光り輝いていたというふうに思ってますね浜ちゃんの場合は 僕がたくさん語るっていうよりもうはっきり拳ファクトリーの中でここの位置がハマちゃんだっていうのがあると思うんでやっぱり5人の中でのハマちゃん見てくれたらいいのかなというふうに僕は考えていますさあじゃあ続けましょうえっ、ー、と井上レイちゃんいきましょうかレレイ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 はねこっからちょっとじじい感が出て申し訳ないんですけどこの腰から膝までのフォルムが素晴らしいんですよね これ静止もも動画も全部生も全部生ってちょっともう、まあ、いい加減にしろってなるけどあの何が痛いかというと本当に女性的人間的いろんなもんでフォルムがね最初見た時にねああこれこのこの動いてるこの感じこの感じいいなっていうことですね。だ,だめっぽいね表現ね。<laughs> ね、ちょっと一杯やって言ってるとああそうってなるなるかもなんないかもねでまあまあそれがいいっていうのもあるけどこれはまだダンスとかその歌う時の形とかに生かされてて、まあ、女性特有の表現なんていうところがレイレイからはなんかグイグイ来るよということが言いたかったねそれがレイレイだ間違ってたごめん <laughs> はい続けましょう続いちゃおう えーとじゃあ最後でねもうサコですよ和田桜子本当にこれはねえっ、ー、と残念なんだけどバースデーイベントやらない夫婦でしょ今ねえなんかダイン募集して来ないんだよね <laughs> 僕にまだ力がないねちょっとなんかねえっ、ー、と今も考えてるんでこれはあツイッターかなんかでまたあー YouTube でやるかもねまたあげます ちょっと今も何人か相談し始めてるんでちょっと楽しみしてほしい。サコの魅力いくよ。えっ、ー、と、もう歌声あと普段他の子のイベントとか来てる時の服装と佇まいこれね、サコは分からない人はなかなかこれ気づけないかもしれないんですけど天才肌だと思います。うん、天才肌。一番なんか 多分抜けてるかかなで惜しいかな最も惜しいかなうん事実上引退ですからそこが惜しいなので数少ない機会見たいってそういうのに、えー、も,もしかしたら一番反対するのが和田桜子かもしれませんまあその辺ちょっと過去知らない人は調べてみてくれたら嬉しいです知ってる人は何かアクションしてやっていきたいっていうのをちょっと付き合ってくれればと思います まあそんな5人のこれちょっと触れたいせっかくですから音楽のことも話したいのでえと触れたいものがありましてこれここまで付き合ってくれたら本当嬉しいんだけどあ,のあやパンがブログでねこの総選挙的な曲順曲を上げてたんですよ曲順じゃないやまあ順位付けをしてたんですよ。でこれここに上がった曲の中でってことで。 まあ僕が思うベスト5をあげましたんでちょっとそれ、えー、解説付きでお届けして今日のこの動画は締めたいと思います付き合ってねちょっと待ってね <laughs> でねこれ僕はこれ5曲選ぶの苦労したんだけどもう直感からで今の2020年にとって重要な曲みたいな風にしましたで第5位「年には年」バージョンどっちでもよし年には年です この曲ないと This is 拳ファクトリーの最初の,あのがなりながらと突き抜け感出てこなかったんじゃないかなと思ってます。まあなので拳僕はもうこれ代表する曲年には年とは思いますけど、まあ、8人でやってる曲だからやっぱりちょっとそこをもう今の2020年バージョンというところで5位にしたということでございます。 そんな感じじゃあ続いていきましょう第4位えっ、ー、とね「開き直っちゃえ」はね先ほどノムさんのパワーということを言いましたけどこれはねレコーディングしている CD のバージョンじゃわからないんですけどもうライブを繰り返しているうちにノムさんがねレコーディングよりうくなっちゃってるんですよ。 もうサビ前のところのノムさんの回しなんて今の生うん見てもらいたい聞いてもらいたい本当にだと卓井さんも見えてるなって感じですかしね見えてるなって感じですさあまあそんな感じでで第3位消せやしない気持ちですねこれはいわゆる5人の 拳ファクトリー第2章の中をどこからというふうなことをね線引きすごく難しいんですよ。まあ、2017年の末だよっていう言い方もできるけど、ね、新宿レニーの時にメンバー大泣きでタグの MC が最後今年は何にも自分は努力もしなかったみたいなことをねなんか得るものはなかったみたいなこと確かそんなこと言ったんですけど。 あれでもう涙の握手会だ。これ様子変だなと思ったら数日後に離脱という形ですよ、ね、まあそこからというふうに撮る取り方考え方もあるんですが僕はこれ曲で言うとこの曲からだと思ってるんですね。それはなぜかというと単純に本人たちもライブで確かラブソング「拳には珍しい」みたいなことを言って歌ってたんですけどそれもあります。 で歌い方が基本的に変わってますねそれとファンキー調、まあ、ジュースジュース方面といったらジュースジュース方面なんですけど曲のリズムがちょっとファンキー調なんですよそれで可愛い女の子像でドーンと入ってくる180度変えてます拳ファクトリー像で僕はここから変わったなってもともとできる隠してた球投げ出したなと。 っていうのと同時にあの、まあ、今までのブランドではやっていけないっていう危機感の表れそんなことも考えましたけどもまあ思いで思い入れも深いですしいい曲だと思ってますなので3位さあそして第2位その5人を言った後になんですけどこれはね拳の花ですよ まあ、こ,これねちょっと言う,言うのを本当は全部解散終わってからにしたいってとこあるんだけど一つだけ届けられるとすればか彼女たちの「拳ファクトリー」という名前の中で「拳の花」という曲っていうのは当たり前ですけどもう代表曲になるべくする曲なんですよね。でそれがやっぱり当時の彼女たちを象徴しているようなあしかもバラードで。 少しちょっと吉田拓郎節というかとかも入っているような、まあ、フォーク調というんですかねばっちり歌い上げられてるんですねんなんかこれは外せないですねまたこれ語りますそれでは第一位いきましょう、えー、と勝手に国を選んでるあヤパニにあやかった第一位ですけど、えー、とこれはもうシャララ しかないなうん、これしかないなこれバーンとね僕ね上げてこれ見てるんですけどシャララやれるはずさはこれそうなんだっけ総選挙2位なんだよね1位これ皆さんが選ぶでは明日天気なあれになってるんですけど僕これシャララダントツで、うん、ね8人の歌なんだけどね 8人の時に歌ったんだけど、ほとんど8人でやってないんかなそれこそ j k 忍者ガールズの時にチラッとやったかな、うん、何回かリリ,あれリリーベででもなんかね、うん、ほんとんどん5人の方が印象ある。うん、まあ、ね、この曲のいいところをドーンと上げて締めたいと思っています。えー、っとね。 こののの曲に込めらられていいるのはどちちかというともうファンの気持ちタイムリミットが来るまでに歌詞も、ね、重なっちゃったとこあるけどあそこのねあとみんなで「拳」「拳,拳」を最初本人が言わせてたんだけどファンのコールで「ハマちゃんハマちゃん」浜ちゃんうん「レイ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 」南「ミナミミナミ」順番で言うと「ハマちゃんハマちゃんミナミミナミ」南南「レイ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 」だけど。 このボリュームも最高潮ですよもうぼ僕も出しまくるもん。なんか一番一体感。ねライブハウス、ホール。ここを拳上げてやろうぜと。ある時のハロコンなんかではこの曲が一番声出たと思いますし。うん思い出深いかなで。曲もいいかな。歌詞もいいかな。 僕の中では「こぶしファクトリー」というところで1曲上げると言ったらシャララやれるはずさになるそういう感じでございましたさあまとめましょうえっと「こぶしファクトリー」のキャリア僕は8人というふうなところからスタートしているけれども僕はもう5人のグループ完走した5人のグループというふうな捉え方が非常に強いです、まあ、そして曲というところこれは、えー 多分人口一番少ないんです。あの中で。ともすればこれ研修生行ってるやつより少ないんじゃないかなってぐらい。あの拳組というのは少数精鋭でやっている気がします。ね。まあ僕も何人かの方とは仲良くしていただいて何人かの方はジュースと兼任なんてね。まあ、僕ももちろんそう。全グループと兼任ですけど。そういう思い出の中で言うと。うん。拳ファクトリーがこのまま。 そんなみんなと、うん、声を上げたりもうジャンプもねジャンプこれダメージはマちゃんがいいこと言ってるけどねねえ、うん、そういうところ体感できないでともすればあと3週間ちょっとで解散ですよそれを経験しなければいけないまだ気持ちの中では 特別な延長戦ということで処置をしていただけないか考えていただけないかメンバーその気になっていただけないかというような心は持っておりますただこれはもう契約書があったり大人の大人たちのやることなので、えー、なんとかということはもう遠吠えでしかないかもしれないですけどまだ体感したかったな体感したいなうんそれぐらいちょっと メンバーそうでしょブログ読んでますともう泣けますにげ切ってないっすねまあえー、まず昨今ね昨今の昨今のだってうまいこと言わしてない3月9日というのにねなんかちょっとうん大安ねえかと思ってますけどまあそれはともかくとしまして拳ファクトリー 解散までまだ時間があるということなので、振り返って見る、今週リリースウィークですから、なんてしてみたらどうでしょうかという提案でございました。じゃあ、そんな感じで、今日はお昼ですけども、お別れとしましょう。国王でしたまたまね